Guys, hey, how am I? Today I'm going to show you my new apartment. そんなにまあ広いわけじゃないんです。まあ 2LDK って感じですかね。2部屋あって、まあここがキッチンって感じですね。で、あとトイレが2個あって、トイレと風呂ですね、2個あって、まあ、両方ともシャワーなんですけどね、バスタブはないんですけど、まあ、シャワーということでですね。で、こう玄関入ったらすぐキャビネットがありますね、まあ、靴箱とかね、いろんなものを置いてるんですけど、こんな感じですね。まあそんなに、まあ、靴とかですね、まあマスクとかですね、これ、まあ、ハイジーンね、こういったものを置いておいたりとかですね、やってます。まあ、鍵とか財布とかですかね。まあ、財布、まあ、ちなみに財布はこういったちっちゃい財布ですかね。まあオーストラリアではもう現金使わないので、まあカードっていうし、カード社会なので、まあほとんどカードで買います。現金を下ろすっていうことはもうほとんどないかなっていう感じ。2つサングラスあるんですけど、この奥の方が自転車用のサングラス でこっちが通常のサングラス、まあ、マスクで、これは帽子もあれなんですよね、その UPF ですかね、あの 50% って入ってるので、まあ、山とかハイキングするときにこれをかぶってます。で、まあ、あと傘とか、まあ、自転車用の手袋ですか、結構最近買ったんですけど、すごい良くてですね、最高です。クライメットコントロールですかね、でいろんなのが入ってますし、まあこうグリップもいいですし、あ、まあ、素材もいいんですけど、ここのこの角っこ、ここですね、ここはセンサーになってますんで、あの携帯とかその GPS とかそういうのを使うときに、こうこの手袋を外さなくてもこのまま使えるっていう、携帯が触れて機能タッチボタンとかね、そういうのができるってことで、すごい便利です。次にこう横に入っていくとすぐトイレがあります。で、こうこうこんな感じになって、まあ至ってシンプルですけどね、まあこれシャンプーがあって、こうね、あの鏡のね、棚になってます。あの普通のこれは電気なんですけど、電気に加えてヒーター、こちらにするとヒーターになります。で、まあ冬とかでも結構便利であったかい、まあ、まだ冬来てないんですけどね、キャンベラ、これからまあ4月5月になると、まあどんどん寒くなって真冬になると思います。で、まあセントラルヒーティングクーリングにもなってますね。ここでまあテンパラチャーコントロールできます。まあ、結構便利かなと、まだ使ったことないんですけど、できるっていうこと でまずキッチン、普通の結構シンプルですけど、まあ、結構気に入ってるところとしてはどうでしょうね、アイランドキッチンになってますんで、すごいいいかなと思います。まあ、こんな感じで、まあ、植物をね、置いてみたりとか、あの、パセリとか感じの、なんか食べれそうなもの、これからちょっとトマトとかいろいろこう、いろんな植物を育てたいかなと思います。まあ、なんつってもアパートなので、まあそこまで場所が限られてあれなんですけど、まあ、こんな感じで出ます。で、まあ、コーヒーメーカーとミキサーですかね。毎日ですね、あの、チアシードと、フルーツ、例えばこの向こうにあるこう、リンゴとかバナナとか、あとベリーとか、それでチアシードを入れて、まあ混ぜて、あと抹茶も入れて、まあそれで朝のフレッシュジュースを飲んでます。で、あとはまあこのコーヒーメーカー、エスプレッソマシーンとディロンギですね、使ってるんですけど、まあ一番安いやつ、4万、3万ぐらいの安いやつ。シンプルイズベストなので、まあ本当にこう基本的にエスプレッソを飲めればいいってことで、カプチーノとかフラットホワイトとかラテとか、まあ、そんなにこだわりはないかな。まあそれは外で飲めばいいってことなので、まあ家ではエスプレッソのみ飲んでます。他に、まあ、これパナソニックのマイクロウェーブ とグリルですかね。便利なインバーターをこれ買いました。使い勝手良くて。まあ、値段はちょっと忘れちゃったんですけど、まあまあ、そこそこ高いですかね。6万円ぐらいですかね。そのぐらいすると思います。で、あとは備え付きの、この辺のこの AEG っていうイタリアのブランドの食器洗浄機ですかね。っていうのがあって、で、これも冷蔵庫も自前で買った LG のですかね。まあ結構いいかなと思うんですね。このエナジーレートが1、2、3、4、4.5。4.5 っていうことで、まあまあいいかなと。まああんまよく詳しくはよくわかんないですけどね。エナジーレートっていうのはまあそのエコノミカ、How economical it is っていう感じですよね。なのでまあ、まあ、いいんじゃないですかね。うん、4以上あるってことで、ね、結構いいかな。430リターぐらいですかね。確かそのぐらいの大きさで、まあまあの買いました。ね、使い勝手がいいかなと。なんかちょっと見せるのもあれなんですけども、今ちょっとあんま入ってないガラガラですけど、まあ、こんな感じでシンプルに入れてて、で、下が冷凍な感じです。
そう、コンロ。英語ではストーブ。ストーブも AEG の、IH。だから電気でやるですね。まあガスはちょっと好きじゃないんで、個人的に結構怖いですよね、紐とか。バーって結構爆発するとかね、ガスを使うので、ここは僕の家では、今の家ではですね、ガスは一切ありませんので、まあ水道も全体のアパートのオーナー持ちなので、水道もタダなので、まあ電気だけお金かかるのは、それだけです。電気とインターネットだけっていう感じですかね。で、まあチョッピングボードがあります。まあ結構この軽くて乾くし、カビも生えないってことですごいいいかなと思います。まあ、値段は安かったですかね。なんかこう、キッチン系のお店ですかね。で、これ昔からずっと使っている瞬間岩透かし器ケトル。見た目はちょっとそんな好きじゃないですけど、まあ元々はこう透明がいいかなと思って買ったんですけど、まあ、結構ね、この辺がこう結構汚れちゃうんですよね、すぐ。んなケミカル入れて綺麗に定期的にしないと透明が維持できないので、まあちょっと微妙かなと。もし壊れたらまあ買い替えようと思うんですけど、まあ今のところ壊れるまでこれ使おうと思います。こう棚とか収納とかすごく良くてですね、もうほんと全部、ここら辺のこういう感じで、ここも収納で、で、この辺の収納にはまあたくさんのまあコーヒー類とか、乾物類とかそういうのをキープしています。で、ここがラウンドリーで結構シンプルな作りになっています。まあ、ちなみにこの機械、前に見えてるこの機械があれですよね、この電気、お風呂とかね使う時にここが作動するって感じですかね。で、これはもともと備え付きの乾燥機。まあ、よくわからないメーカーですけど、まあ、こんな感じついてて。うちらが買った洗濯機がこちらですね。この AEG。まあ、これもイタリアブランドですけど、まあ、結構良さそうな感じ。ハービーノルマンっていう店で買ったんですけど、結構交渉してかなり安く、値切ることができました。なので、まあ、結構安くなったんですけど、それでもまあまあ高いですね。日本だとすごい高いみたいですね、この AEG 値段。なんか、めちゃくちゃ高いですけど、まあ、でもこちらで買ったの大体、何ぼでしたっけ？ちょっと忘れちゃいましたね。5、6、まあ結構高かったんですけど、だいぶ安くなって、しかもこれすごいいいんですよね、この。ちょっと見てもらったら分かるんですけど、いろんな機能があるんですけど、この中でも、このスティームっていうのがありますよね。これがいいんですよね、スティームで、例えばなんかジャケットとかそういうのも、ドライクリーニングですかね。出さなくても、これで家でできるってことなんで、すごい便利な、いい感じの洗濯機じゃないですかね。まあ、まだちょっと使ったことないですけどね。そろそろ使ってみようかなと思います。で、次、これがセカンドベッドルームですね。になります。まあ、ちょっと洗濯あれなんで、ちょっとあれ、ね、映さないですけど、僕のロードの自転車なんですけど、まあこれちょっとね、今売ろうかなと思って Facebook に今ね、一応出した後ですね。なんでこれ売るかというと、まあ1年間一応このロードバイク乗ったんですが、まあメリダの自転車なんです。結構かっこいいでしょ。ただちょっとサイズがね、でかいんですよね。一応 SM サイズな、スモールミディアムサイズなんですけど、どっちかというとミディアム寄りなので、僕の場合はやっぱりスモールサイズがいいんですよね。センチメーターでいうと、インチでいうと51か52ぐらいですかね。なのでちょっとでかい。なんででかいのが嫌かというと、まずこのここの見てもらったんですけど、トップチューブが長いんですよね、サイズが大きくなれば。なので僕の場合身長173とか4ぐらい、まああると思うんですけど、ただその西洋人と比べて腕がね短いので、ちょっとリーチ的に結構きついんですよね。だからもうちょっと短いのをするためには、まあ S サイズ、スモールサイズがいいかなっていうことで、ちょっとね、もともと買うときになんか3、4ヶ月待ちって言われたので、ちょっと諦めてこれコンプロマイズしてこれ買っちゃったんですけど、ちょっとやめときゃよかったかなって感じですね、今思えば。本当だったらこの S サイズにすると、もうちょっとこのシートポスト、このポストもっとガンって上げて、かっこよく乗りたかったんですけどね、まあ、ロードってそういうスタイルなんで、下に下げるとなんかちょっとしょぼいんですよね。本当は下げたくない。上げたいけど、上げるとちょっと足が届かなくなっちゃうので、まあ僕はロードとマウンテンバイク両方乗ってるんですけど、もし興味がある方って言っても、ちょっとほとんどね、僕のお客さんは、僕の YouTube見てる方は日本に住まれてる日本人の方だと思うので、売るって言ってもその郵送はできないんですけど、ピックアップオンリーなので、僕が住んでるキャンベラまでお越しになるか、まあもしこうオーストラリアに住んでて僕の YouTube 見てくれてる方で、まあ、興味がある方はですね、連絡くださいということで、まもなく売れると思うんですけど。で、まあこの辺、これフワードロー結構大きいですね、鏡ガラスのやつですね。で、まあまあこんなね感じで、これがインターネットのあれですよね、 NBN で。これ可愛いっしょ。これネスト Wi-Fi ってやつですね。ってご存知ですか、まあ、Google のあれですね、まあ、これを使ってつなげている感じですかね、 Wi-Fi を、ホーム Wi-Fi ですかね、系ですね。まあこれがセカンダリーベッドルームで、でここがリビング。まあまあ広いんですけどね、そんなにめちゃくちゃ広いわけじゃないですけど、そこそこ広い。その前にこれキッチンのところですね、ここ。まあ、これキッチンのこのバーチェアを買ったんですけど、本当はもうちょっとね、この骨がクッションが効いてるいいのを買おうと思ったんですけど、たまたま在庫がなかったので、この硬い
発音した、まあ、これは結局は結果往来でです、硬い方、こちらの方が結構ね座り心地が良くて、しかも涼しくて汗もかかなくて、あの結構いいのかな、腰が悪い方とかでもいいと思います。結構ね矯正されていい感じです。意外にいいかな。まあ IKEA なんですけどね、大体の家具は IKEA なんですね。実はこのチェアもね、この黄色で、これも IKEA のねチェアなんですけど、なかなかこれもねいいんです。腰悪い方でもここで寝る、あの寝るっていうか横になると腰が逆にねいい感じになって矯正されるっていう、結構お気に入りで、まあ色に関しては僕の妻があの黄色とかですね、このからし色が好きっていうことで、あの彼女の好みであの選びました。あのまあまあまあはっきり言って、まあ僕も結構好きですからね、黄色いいと思います。でこの横のサイドテーブル2つ置いてるんですけど、僕と妻と両方とも使っ、あのそれぞれ使ってるんですけど、まあこれもすごい可愛いんですよ。バーティカルでもホリゾンタルでも使えるんですよね、両方とも。なんか飯を食べるときはこれをホリゾンタルにして、でそこのこのですね、ラグに置いて、でご飯を食べるっていう、その和式的なスタイル、まあ、これ洋食的なスタイルですかね。ここにまあパスタとかそういうの食うときはここに、でこのね、ここにコーヒーと飲み物も置いて、これ食べる。で、ここにも物も置けるので結構便利ですね。なんかキャビネットにもなりますね。本とか本棚にもなりますし、ちょっとした物を置くと結構便利かな。で、あとこっち側には一つ、こっち側だけこう、足を置ける、まあ、フートストゥールっていう、疲れた時とか便利かなと思います。まあ、こんな感じでね、例えばこう、疲れた時、パーって座って、こういう風にガーンとね、横になって、足をこう置くっていうんですかね、こんな感じ。結構ね、いいんですよね。楽で。非常に使い勝手いいですし、まあ、で、その中にちょうど正面に見えるのがこうテレビ。これ結構でかいんです。でかいっすよね。もともとはあの、75型をね、買おうかなと思ったんですけど、まあ、結局は65がなんか安いのがいいの見つかったんで、これ買ったんですけど、75型買ってたらちょっとこの狭いリビングにはきついかなっていう。まあ、これ65型で、まあ、でもそこそこでかいっすよね。サムソンのですね、セリフってやつです。ちょっとね、セリフっていうの面白い。まあ、2020年型なんで、ちょっと古い型なんですけど、それでもまあ、1年落ちなので、そんなに大したことない。で、何がいいかっていうと、結構機能がいいんですよね。足がですね、このテレビ台がいらないんですよね。テレビ台買わなくてもいいっていうのがすごいね、便利なとこです。まあ、ちょっとこう、棒がね、両方ともこう、なんか結構ね、その、モチーフとしてはですね、このアート、なんかこう、アトリエみたいな、そういった感じでですね、作られてる。なので結構ね、可愛らしいですよね。絵画みたいなね。で、意外にこうね、結構、ステーディーでね、全然ブレないので、結構倒れるとか心配ない。まあ、よっぽど自信があればあれですけどね、基本的には大丈夫。で、下にもちょっとこれ、ね、植物、ね、ここにも置いています。で、結構可愛いですよね。いい感じの植物って。まあ、これはちょっとパセリだと思います。で、このちょっと見えるところのコアラがいるんですね。まあ人形ですけど、まあ、実はそのベッドルームに購入したベッド、コアラっていうね、ブランドなんですよね。まあオーストラリアのシドニーが本社かなと思う。一応ね、なんか日本の会社っていうの聞いたんですけど、よくわからないですけど、細かいことは。まあコアラ社が出してるベッドを買った時に、まあ一緒についてきたぬいぐるみをちょっとこのね、皿の横に置いてるんですけど、っていうことで、これが僕のワークステーションの新しい。今まで使ってたのはですね、ちっちゃい机だったんですけど、一応スタンディングデスクだったんですけど、まあ今回は IKEA で買ったきちんとしたちゃんとしたスタンディングデスク、電気で動くやつで、まずこちらのカメラ、ロジテックのカメラの 1080p ですけど、これは基本的にミーティング用のカメラとして使ってます。例えばズームのねレッスンとかですね、まあ、YouTube でももちろん使ってます。でこちらこれ防音の壁になっててですね、これ結構いいんですよね。まあ、家の中でこんな必要かなって思うんですけど、もともとはまあ一応こう家でね仕事をしてるってことなのティーチングなので、まああまりこううるさいといけないので、まあなるべく音が防音になるようにってことで、まあ買ったって言うんですけど、まあどうでしょうね、必要かどうかちょっとわからないですけど。で下に置いているのがこれフォームローラー、筋膜リリースを定期的に毎晩やってるんですけども、基本的に柔らかいのはもうずっと使ってないんですけど、硬い方、こちらの方を使ってます。年齢も41なので、やはりこう腰痛とかね、そういう心配もなきにしもあらずなので、まあ予防っていうことでフォームローラーを使って毎日筋膜リリースをして、体を柔らかくなるべくしようかなと。まあ腰痛にはなりたくありませんので、まあ経験ありますからね、まあ、ぎっくり腰ではないんですけど、まあ腰痛結構怖いです。なのでまあなるべく姿勢をねちゃんと正そうかなって感じでやってます。やりだしてこれもう3年ぐらいになるんですけど、結構強いですよね。安かったんですけど長持ちしています。まず目に入るのがパソコンなんですけど、これは16インチの MacBook Pro ハイスペックで買ったやつなんですけど、まあ60万ぐらいですかね、日本円で言うと。まあ6000ドルぐらい今日ぐらいしたんですけど、まあ、今でも作って、まあ、ただ2019年モデルなので古いので、 M1 チップじゃないので、まあ、3月Apple社のティムさんの発表で期待しているのは、まあ、iMac しか24型の大きいインチのが発表されることを祈ってるんですけど、そうするとこれとちょっと交換しようかな、トレードしようかなっていうふうに思ってっていう感じで、まあ結構ねもう2年ぐらい使って
てます。ロジテックのマウスはずっと昔から使ってますね。これも結構便利品で今でも愛用しています。まあ、ただやっぱりサードパーティーなのってコンパタビリティね、互換性がちょっと弱いってことは、たまにまあこれも一緒ですね。この Mac 専用のこのミニですよね、ロジテックキーズミニですかね、なんですけど、ちょっと互換性がたまに悪いっていうこともあって、まあもちろんな、電池の充電がねバッテリーがすごい持つので半年ぐらい持つってことですごいいいんですけど、ただ問題は結構ね、スリープモードにした時にもう一回立ち上げた時に反応が弱いんですね。反応が弱いじゃない、遅いですね。そこはちょっと嫌かなっていう感じがするね。あのマジックマウスとかね、マジックキーボードでもいいかなと思ったんですけど、まあ、ただあれはあれでね、マウスに関して充電はね下からね充電ないんで、まあステューピッドなデザインですよね。だから使いたくないってこと。まあこの場合マジックキーボードだと、まあ、充電が長持ちっていうもの、ずっとこう差しっぱなし、ここでね挿すとかあるんですけど、ただまああのあれなんですよね、ライトニングケーブルなんですね、未だに。まあそれがちょっとスカンと言いますかね、スカンっていうのはちょっとねお勘弁なんですけど申し訳ないんですけど、まあ嫌だってことですね。使うのでちょっとね使ってないんですよね、やめました。まあロジテックがいいかなって思います。 USB-C でねコネクションできますから、まあいいかな。でこれはマイク、これはまあ前から使ってるんですけど、まあ Zoom ミーティングとかライブストリーミングの時に使って、まあまあ機能いいんじゃないですかね、そんなに悪くないと思います。バイディレクショナルで両方とも使う時は、まあこうインタビューする時、基本的にはこうこの辺ね、こちら側ののみとか出て、あとはこうノイズキャンセリングになるっていうことに、まあ結構便利なあれかなと思います。GoPro があって、まあ Go ヘルメットですね。GoPro で、まあ自転車、これからたくさん乗っていこうかなと思います。まあビデオもね、撮りたいと思います。で、あとはこちら充電器。あのマグセーフのサードパーティーですね。これは Apple 社が出してないの。まあこれもちょっとね、まあいいんですけど、たまに微妙かなって、すごい熱くなるんですね、充電してて。特に iPhone と iPod Pro を同時に充電するときに、すごいちょっと熱くなってしまうんですね。バッテリーがね、上がってしまいそうな感じですよね。それがちょっと怖いかな。で、ちょっと今 GoPro の充電しています。ってな感じです。これが僕のワークステーション。あのまあまあ机に関して IKEA のアイデセンで、まあ、あの長さが120センチで、で縦が奥行きが70センチかな、だから120、70センチって、まあ、最初はもともと160センチの買おうと思ったんですけど、長さ、まあ、ただまあちょうど良かったかなって、結構120センチも十分でかいので思って、まあこの電動ですので、まあここでね、このボタンをピッ、下この下を押すと下がって、上を押すと上がる。これあのスマートフォンで登録して、あの高さ調整できるので、それであの僕はいつも使用してます。まあ椅子に座ることがあんまないんでね、ほとんどこうなんかあの結局スタンディングでずっとやってるので、あんまりいらないかなとか、まあたまにね下げて仕事する時もあります。な感じですかね。これがまあ以上ワークステーションです。まあ、皆さんもぜひスタンディングデスクにしてみてください。なぜかというと、やっぱり体に、ね、健康にいいと思いますね、スタンディング。ただスタンディングも結構ね疲れるんですよね。足マットをねきちんと引いた方がいい、ラグとかじゃないと結構疲れちゃいますよね。 OK ですね。ということで、まあちょっとその前にこのリビングのこうキャビネットあるので、ウォードローブもありますので、あのね、あんまりちょっと見せるのもあれなんですけど、まあこんな感じで、あ結構でかいですよね。 1,2,3,4,55段があるんですね。すごい荷物が置けてて、まあ上、順番に上からお見せするとですね、上はまあ僕のちっちゃなライブラリーっていうんですかね、本棚。もうほぼないんですよね。ほとんど捨てちゃってですね、あの全部あのデータでパソコンに入れてしまったので、まあこれからは電子書籍の時代なのかなっていう感じなんですけどね。あのパソコンでスクローリングでね、読むのもう慣れちゃってしまってるので、まあ紙じゃなくても今はもう読むの慣れてます。ということで、まあ紙本を減らしていこうかなと思います。うん、まあ本当にもう気に入ってるもんだけこうやって残してる感じです。で、上から2段目が、まあ自転車のね、工具類とか部品とかそういったシューズとか、そういったものがあります。まあ結構これお気に入りの、ね、これメーターですよね。コンピューター。ワフーっていう、これを使っています。まあロードを乗るときも、マウンテンバイク乗るときも、まあこれを使ってます。まあ結構ね、バッテリーもすごい長持ちしますし、GPS もバチッと出ますし、あとトレーニングメニューとかですね、自分でこう作ったものを、この中にパソコンからこちらにトランスファーして、で、ここのデータで、ね、GPS でこう、そのトレーニングメニューを、これを見ながらやることができるっていう、すごいな、便利で使ってます。まあ2年ぐらい使ってます。まああとはまあディグリーサーとかですね、オイルとか、まあこういった器具類ですかね。あとはこうマイクロファイバータオルとかってやってます。で、3段目がまあパソコンのちっちゃいパソコンとかですね。まあこれはまあちょっとあれですね。
大したものないですけど、でここも大したものなくて、下があの掃除類、まああのダイソンの一番オーソドックスな旧式の使ってます。初めてねダイソンあの使ってみたんですけど、まあいいですよね。うん、まあ、いろんなまあそのまあプロズ&コーンズあると思うんですけど、あの個人的には、この一番オーソドックスな旧式と言いますか、一番古いこれが一番好きですね。まあ毎日ね掃除掛けしてますので、絨毯も綺麗です。で次はベッドルームに行きましょうって言っても、本当にシンプルな、まあそんなに広くもないですけどね、部屋自体は。まあセカンドベッドルームよりやや広いかなって感じですね。まあちょっとねこれは見苦しい、ちょっと汚いですけどね、ベッドメイキングいいようにできてないですけど、ちょっとシワになってるんですけど申し訳ないですけど、まあこんな感じでクイーンズサイズのベッドで、コアあのブランドなんですけど、何が特徴的かというと、こうレゴブロックみたいな感じでね作ることができるので、まあ賞味10分ぐらいで組み立てができるっていう簡単な、こうで見てもらったら分かるけど、全部こうガチャってこうねはめ込むだけなんだから、ネジも何もいらない、器具も一切いらないっていう感じで、非常に簡単、はめ込むだけです。で下も見てもらったんですけど、こんな感じではめていくだけなんです。非常に簡単な作りなんですけど、すごいデュラブルですね。デュラブルでフレキシブルってね、そうで引っ越しする時もね easy to tuck away って感じですよね。もう本当にめちゃめちゃ簡単なので便利かなって思います。でなんつってもこのマットレスね、これがすごい素晴らしいんですよね。1000ドル10万円ぐらいするんですかね、日本円でする、まあ結構高いんですけど、ただ何がいいかっていうと、この上の部分の、下は一緒ですけど上の部分のこのクッションのとこ、これをこう上に、上と下こう両方とこれ変えることによって、ソフトにしたりハードにしたりっていう、僕の場合は硬いのが好きな、硬い方を上にしているって感じで、これを逆にすると柔らかくな感じで、まあ腰がね悪い人にとってはね硬い方がいいと思いますね。あのファームです。ただエクストラファームじゃないので、まあなんか買ってから1ヶ月ぐらいちょっとねやっぱ腰が慣れるまでちょっとしんどかったですね。特にあの首ネックエイクになったりとか、やっぱちょっと腰というよりもなんかちょっとケツの上の方あたりがね、あの痛かったんですね。1ヶ月、まあ1ヶ月はかかんないですよ、まあ2週間3週間ぐらいでも、やっぱなんかそうらしいんですよね。あの結構慣れるまで、あのこのクッション自体もなんかこうアジャストするのに時間かかるのと、体がアジャストするのにも長い人で1ヶ月ぐらいかかる、まあ、そういったコンプレインもあるんですけど、でも最終的には今はまあ快適に寝ることができています。ここはまあウォードローブですね。全部ガラス張りのウォードローブ で、こちら側があの反対側妻が使って、こちらが僕で、真ん中だけはちょっと開けてもいいかなと思うんですけど、まあ、こうやって、ここにもキャビネットが、でもキャビネットだらけ。これもね、便利で、やっぱですね、妻がこの左側を使って、で、右側が僕が使ってる。で、ここがマスターベッドルームの風呂場なんですけど、作りとしてはまあ本当にあのセカンドの方と同じなんですけど、まあこちらの方が広さ、まあ広さも同じかな、まあ正直同じですね。まあただバスタブがあれば良かったかなって感じで、まあこれからバスタブをねあの購入しようと思います。風呂を置いて、まあここに見てわかるんですけど、これを外してここにホースつないで風呂が設置できるっていうことなので、まあそうやって改造してみようかなと思います。まあ2つ風呂がありますので、どっちかをシャワーにして、どっちかを風呂。改造してみようかな。まあシンプルな作りですね。トイレがあって、まあこんな感じで普通ですね。まあ同じようにこうキャビネットがあって、でまたライトっていうのは同じですよね。普通のライトとヒーターにもなりますね。ケースかね。これで 2LDK。月々といいますか、あの、オーストラリアの場合は、家賃っていうのは2週間おき、フォートナイトリーが多いんですね。まあマンスリーもあるんですけど、まあ、フォートナイトリーで1100ドル払っています。ということで、まあ、10万円ぐらい。月だから20万円ぐらいですかね、日本円で言うと。まあ、今のレートはね、はい、1ドル86円ぐらいだと思うので、まあ、もうちょっと下がると思うんですけど、まあ、それでもまあ、1ヶ月、そうですね、17万円ぐらいですかね。まあまあ、東京の一等地ぐらいのお値段ぐらいするので、まあ、キャンベラ田舎ですけど、でもそれでも結構ね、家はベラボンに高いんですよね。うん、ちなみにその、一軒家、ね、そこそこ大きい。そしてね、まあ、4ベッドルームとかで、あの、車庫付きとか、ちゃんとした家だと、まあ、1ミリオンですか、ミディアムプライスが1ミリオンなので、8000万、9000万ぐらい。そのぐらいは最低しますね。シドニーだともうちょっと高い。まあ、1億ですね。日本円で言うとほぼ。そのぐらいが平均なので、あくまで平均ですからね。もちろん、そのピンキリですけどね。高いのだと本当に10億とか20億するので、安いんだったらまあ5000万とかあるわけなんですけど、まあ、基本的に平均的には日本よりも明らかに高いですね、こちらは。ただまあ、給料とか、それに伴って割と高いので、まあ、最低賃金も高いですからね。日本と比べると。暮らしが良くなるかって言われたらまあ難しいところですけど、まあ、それはどんな仕事をするかにもよりますよね。まあ、それはまあ世界共通です。平均最低賃金っていう意味では日本よりは高くて暮らしやすいのかなと思います。でそんな感じで僕の家を紹介っていうことってしたんですけど、まあ、最後に留学ね、前回続きをね、まあ3ヶ月ぐらいねお休みしちゃって申し訳ないと思うんですけどね、暗黒期についてずっと喋りたいって言いながらなかなかできなかったんですけど、まあ、あの簡単に手短にねちょっとね喋ろうかなと。暗黒期ね、まあそのいわゆるその